哎，大家好，这是新一次为大家来 Bloodstained 游戏开荒视频。上期是来到了这边这个村庄嘛，还是我们的据点？解锁了一些新的功能。这边料理好像是材料不够。我是想去先有些碎片可以强化，当然这边由于是需要消耗所需食材，这个翻译的是什么情况？由于是材料有限，我是不想随便强化，等于是我可能是先留着吧。假如说发现了一些我特别喜欢的碎片的话呢，是去直接强化一下。其他的东西呢，我是想制作一些，当然很多的，这是什么？还有硬币啊，想制作一些武器，当然是不太清楚。像这边长枪，我是比较感兴趣，是比较喜欢枪类型的武器。当然是不是，有些材料不是很多，所以是不太清楚。这边是有刀，是我猜这可能就是日本刀。这大剑是之前是已经有用过，感觉上还是蛮特别的慢。长剑应该算是最安全的一个选项。当时可能想试一下那个刀吧，18的攻击力，长剑也是18的攻击力。这两把武器应该是18斩击。这个也是18斩击，材料是，这是要三个铁吗？三个铁一个青铜，三个铁两个青铜，普通刀呢需要三个青铜，我觉得没有练成后立即装备，觉得既然是开荒，什么东西都要尝试一下，直接看看这个刀吧。其他东西呢？有，这东西应该是戒指，增加防御力，但是会降低，这是什么？抗是什么？MND 是 mind，抗是什么？Constitution，condition 还是？这两个抗跟 MND 我是有点不太清楚啊，给我感觉上这应该不是防御力吧？有力量，最左边的是最上面两个是攻击跟防御力，左边下三个应该是力量、智力跟运气。Mind 我猜应该是 Mind 吧，MND 等于是魔法抗性，抗的话是物理抗性。这个能，主要是没有，不太清楚啊。主要是没有一些类似于像《黑暗之魂》中，你可以摁一个键，直接是告诉你每个属性是做什么的。我目前是没有看到。无所谓了，强化碎片就先不去乱そう强だ。化了。城のことについはい、有て新的役东に立西。つかわからないけど、教えておくよ。城自体は地獄から悪魔ごと召喚されたんだけど、もともとここは僕たちがいた錬金術ギルドの場所なんだ。だからその施設も取り込まれていると考えた方がいい。そういえばかすかにだけど、東洋の神秘学を研究する場所を覚えているわ。生物を巨大化させる実験をしてたやつもいたな。とにかくそういった施設がある可能性がある。気をつけて探索してくれ。わかったわ。ありがとう。还是没有明白。哇，这倒是感觉 AOE 范围倒是不错啊。聞いておくれよ。化け物たちが突然襲ってきたんだ。私たちは必死で逃げたよ。他の人たちは？ほとんど殺されたよ。私の旦那も含めてね。許せないんだよ。みんなを殺した奴らがさ。頼むよ、あんた。強いんだろ？私に力を貸しておくれよ。私にできることなら。お、握るよ。私はリンジ。あんたは？ミリアムよ。よろしく、ミリアム。私は化け物どもの情報を集めておくよ。その情報をあんたに伝えるから、みんなの仇を取っておくれ。もちろん報酬は用意するからさ。
わかった。引き受けるわ。私が集めた化け物の情報はこんなところだね。我丈夫的敌人，击败讨伐对象是莫特，奖励三个戒指。给这么多戒指。私の旦那のトムライさん、ぶっ殺しておくれ。感觉他好生气啊。像这个刀起码，哎，你好。こんな生き地獄を見せられるなんて、長生きするもんじゃないね。元気出して、おばあちゃん。すまないね、お嬢ちゃん。あたしはスージってんだよ。私はミリアム。何か力になれる？そうだね。食べたい料理があるけど、名前がわからないね。なんとかしてみるわ、おばあちゃん。想要吃白色块状，将白色块状交给苏姐。当你有些饿的时候，可以吃一些。奖励刺鞭。気長に待っとるよ。这不是饭团吗？白色块状，这是什么玩意儿？ここの外は悪魔がいるんだよね。怖いな。ここの。いらっしゃい。どれを売ってくれるのかしら？这些材料，哦，这个，这等于是药水，这相当于是食材，这是锻造用的食材。钥匙，我估计这些东西可能是可以直接卖掉了。我觉得。これでいいのかしら？感謝いたしますわ。短剑。これでいい。感謝いたしますわ。これでいい。ありがとう。これで感謝いたしますわ。鞭子。これでいいの。感謝いたしますわ。枪的话可能留着以防有时候需要一些远程的攻击什么的。外套。这个也是，这个没有之前好。感謝いたしますわ。安全戒指，防御给的倒是很多，但是这攻击力太低了。これで取引成立ですわ。这是什么？这是我们最喜欢的围巾。既然是最喜欢的话，觉得就先存着吧。别的应该是没了。本事宝是特别想赚钱的话，我可以去。打造一些像用，这边可以买青铜吗？どれを買ってくれるのかしら？我可以买武器，哇，好贵啊！我们之前打造了一些2700块钱，天哪！但这可能是卖只卖270块钱嘛，所以说可能是并不是能特别的赚钱。青铜是338，这也是很贵，真是没法通过买原材料锻造，然后再。卖出去赚钱的手段是不太可能了。他是要一个饭团儿。这把刀之前是有一次对话被打断了，我是感觉上他的刀的武器的木塞都还是很喜欢的，攻击的又一番很广。饭团是需要米是吧？没有米，可以买米吗？ね。かなり前からドミニクと知り合いみたいだけど、彼女は教会の人なのに僕たちのことをいろいろと世話してくれているんだ。ここに来るのに乗っていた船も彼女が手配してくれたものだし、君が目覚めたところも彼女の家の一つなんだよ。どうしてそんなに優しくしてくれるのかな。よくはわからないけど錬金術に興味があるみたいだね。君の結晶を止めている術式の開発にも手を貸してくれたし、何にしてもギルドがなくなって行き場のない僕たちを拾ってくれて研究までさせてもらってる。本当に感謝しかないよ。そうね。为什么感觉很可疑呢？来てくれて嬉しいよ。さて、何を練成する？刚才想做什么来着？なるべく頻繁。还有新的对话吗？さて、
那你有人在死了，那你可他没了。本身需要跟他对话之后退出的话，是会触发一些新的剧情对话。刚才是想去这边看看，是叫どれを買ってくれるのかしら。小麦粉，有稻米种子。嗯。ありがとう。看一下之前应该是うちの畑から化け物が消えて助かったよ。とはいえ畑はめちゃくちゃにされて。さ、何を育てるの？まだ何も決めてないな。俺はハリー、あんたは？ミリアムよ。ミリアム、何か育てられそうなものを持ってきてくれないか。あんたに取り分は渡すし、育てるのはもちろん俺がやるよ。見つけたらね。じゃあ俺は畑で待ってるよ。稻米种子应该是这个吧。これでどうかしら。わかった。育ててみよう。じゃあ还有、应该这边还有一个 NPC。大勢の人が殺されたわ。あなた強いんでしょ。私、あなたが戦うところを見てたわよ。それほどでもないわ。謙遜ね。私はアビゲイル。あなたは？ミリアムよ。ミリアム。強いあなたを見込んでお願いがあるわ。私ね、殺された人のためにお墓を作りたいの。他听起来好悲伤啊。お墓ね。本当は亡きがらを埋葬してあげたいんだけど、せめて形見の品だけでも埋めてあげたいのよね。もちろんお礼もするわ。協力してくれないかしら。いいわ、喜んで。ありがとう。じゃあ早速だけど。他是很悲伤啊，还是很困，感觉快睡着似的。要一个外套。哎，奖励五个稻米。嗯。頼んだわよ。有点记不清了。之前第一遍开荒的时候，这边是我没有，我是等于是在下边到那个村长地方就直接是没有再继续打，所以说是忘记了。可能是需要可以看物品栏选项，可以看任务吗？这边有任务，丈夫敌人需要打莫特，他是需要一个外套，我之前是不是卖了一个外套？这可能是不太对。来てくれて、さて、何を連載する？制作。外套需要一个马。これにしようかな。よしできた。そう、よくジーベルとの約束の話をしてくれるけど、よくよく考えてみたら、ちゃんと詳細を聞いてないことに気がついたんだよ。そうだったかな。そうだよ。せっかく気がついたんだから話してくれないか。この結晶の秘術で苦痛をこらえてるとき、よく自分が人間なのか自問自答してた。それで生きる希望を失ってた時期があるの。そのときジーベルと些細なことで喧嘩になって、私は彼に、いつまで人間だと思ってるの、私たちはもう人間じゃないのよって言い放ってしまったわ。そうしたらジーベルがこう言ってくれたの。自分たちで悪魔の力を望んでいるなら、俺たちは人間ではないのかもしれない。でもこれは望まずに与えられた力だ。それなら力の使い方を考えればいい。为什么一个逗号能占一整行。それを考えられること、そのことが人間の証なんだって。嬉しかった。
自分が認められた気がしたわ。そして私たちは自分を見失って間違った力の使い方をした時にはお互いに止める約束をしたの。あ、長くなっちゃったわね。それがお互いの約束。君がジーベルを止める理由か。ありがとう、話してくれて。どういたしまして。这回是听懂了。这样，刚才是来这边做什么？我觉得游戏突然在这边等于是算是我们的据点嘛，需要做的事儿好多。你种好了。上到要一个外套。調子はどう？ぼちぼちね。外套。約束の品よ。確かに。これでお墓が一つ増えるわ。お礼の品よ。受け取って。天哪。这要睡着了吗？还有任务吗？持ってきてほしい形見の品はこんな感じね。これを探してみるわ。叫戒指。頼んだわよ。之前是。谁？他。是谁有任务？那个。是这个吗？这个特别生气的这个人。何か要求。私が集めた化け物の情報は叫莫特。莫特是啊，我们有米了吧？现在。哎呀！呀，伊拉，さあ、今日はどうする？料理，饭团儿。十分方便携带的米饭团是十分适合充饥的小零食。为什么有这么多的十分？可以加抗凉点儿。これにしようかな。这，我怎么感觉这是我们自己来制作了一个饭团？之前那个什么约翰不是说是要他用炼金术来炼一个饭团吗？ところで、シャードの研究は君が眠っている10年でさらに進んだよ。どんなことが分かったの？シャードに特定の物質を加えて錬成することで性質が変わる。新たな変性が起こるんだ。例えば攻撃的シャードの範囲が広くなったり、より遠くまで届くようになったり。感覚的にはより使いやすくなるイメージと思っていい？それで構わないよ。ただエンチャントシャードの変性は特筆すべきところがあって。结界碎片的强化，它的日语我怎么听着像是一个附魔的？かなりの素材を必要とするみたいだけど、スキルシャードと同一の効果。つまり装備しなくても効果を発揮するようになるんだ。没有装备它也可以发挥效果。それはすごい進化ね。有意思。等于是你这个强化等于是可以就是变成一个常驻的一个效果。持ってきてくれたのかい？饭团。よくわかったわね。これよ。早速いただくわね。うまい。私も食べたいな。少し元気出たよ。ありがとう。よかった。元気出してね、おばあちゃん。好像不太对啊。我们应该是做两个饭团，给他一个，我们自己也要吃一个的。まだ何か食べたいものはある？そうだね。食べたい料理があるけど、名前が何とかしてみるわ、おばあちゃん。想要吃清烤的东西，放大眼镜，好像是圆形的，
并配上了有些弹性延伸的东西。気長に待っとるよ。是披萨吗？看像一个披萨。像等于是、啊、还可以再造一个饭团。哦，这等于是你，这等于是给老奶奶吃，是不算初次奖励，我们需要自己吃一个。嗯，需要一个披萨，需要披萨面团四个，我们有两个奶酪，披萨面团是。披萨面团叫小麦粉跟莫科油，砂糖跟盐，小麦粉跟莫科油。嗯，またいつ。这个游戏究竟是杀恶魔的还是料理的？怎么感觉我现在一直在做料理？需要买一个小麦粉跟，但是它好像是需要四个披萨面团。小麦粉好贵啊！小麦粉什么油？莫科油还是什么？砂糖，也不够，然后还有一个什么盐，为什么这个盐是50块钱？这个倒不是很贵。これでいいのか、取引成立ですわ。我觉得这应该是全部物品吧。哎，可以买饭团儿。这是可以买我们已经做过的东西吗？最喜欢的围巾，这是什么东西？这是材料，最喜欢的围巾。これでいいのか？ありがとう。什么明白？没有明白？为什么是一个黄色的矿石一样的东西？ありがとう。这等于是。这披萨目前是肯定是做不出来了，我是没有看到材料。这样存个档吧，这边感觉上感觉浪费了好多时间啊。啊，你需要什么五个莫特？莫特是档案，恶魔图鉴。哦，就是这个僵尸的东西，船上有。这个人要什么东西来的？要戒指？看不了。任务。回忆要一个戒指，需要杀莫特，然后给戒指。这个地方有莫特吗？有。这刀感觉还可以，就是我打的样子。死掉了。NPC 的脑袋是很有意思的，直接是会一直看着你。是这个作物不太清楚，是按照
游戏时间啊，还是什么？想看一下水花儿，别的东西都没有。这个莫特还是不够吗？完成。哎，哦，已经够了，等于是有游戏有提示吗？我不太清楚有没有提示啊，可能是没有提示吧。碎片的话，这个触手等于是，先是给演示了一遍，到时候看一下骨头骑士吧，就是，我一个锤子，也是浪费，也不能说浪费，总之是需要消耗25，我感觉还是蛮多的。何か情報は？私が集めた化け物の情報はこんなところだ。よくやってくれたね。こいつは報酬だよ。要给三个戒指。何か要件はある？私が集めた化け物の情報はこんなところだ。无头骑士。この仕事はぶっ殺しておくれ。这等于是我们需要往回去。私が集めた化け物の情報はこんなところだね。巴巴托斯是什么玩意儿？この仕事は医者のサイモンの弔いさ。ぶっ殺しておくれ。何か情報？私が集めた化け物。なんだやらないのかい？魔犬。この仕事はぶっ殺しておくれ。何か。私が集めた化け物の情報はこんなところだね。狮头什么玩意儿？この仕事。但是那个骑士是可以。私が集めた化け物の情報はこんなところだね。给海胆盖饭。别的东西是都没有，没有见过。另外说到这盖饭什么，好像是饭团可以吃，加十点的最大 HP 跟两点的抗。可以吃，这些应该是原材料。这样应该是，好像是那边那个人需要戒指，你的米还是没有种好。那个人是好生气，这个人是好悲哀，需要戒指是吧？約束のしない。確かに。安全戒指。持ってきてほしいか。これを。布面甲，頼んだ。好奇怪啊，这游戏我是目前是没有，一直没有推进，是可以不停的在这边重复做任务。要布面甲。呀，さあ今日はどうする？皮革胸甲。火焰戒指，受到火神祝福戒指，强化火技能。魔兔的尾巴，可以炼成金。50个水银，黑暗物质，火药。为什么需要我的围巾跟硝石？我觉得这个围巾应该是硫磺之类的东西吧，这是翻译有问题吗？布面甲是没有见到，但是看着跟这个皮革胸甲好像比较类似，可以造新的料理吗？海胆盖饭没有。
ジーベルを何としても止めてくれ。在保险起见，看一遍莫特。布面甲，这东西看着很像这个什么皮甲。这个好奇怪，什么什么围巾。さて、何を連載する？我觉得试一下吧，这需要魔犬的皮。分解什么东西可以分解出魔犬的皮吗？可以分解这个刺鞭，不太清楚该不该分解。攻击力是高，为什么带两种攻击属性？这个鞭子我感觉就是攻击速度太慢了。可以利用跳跃取消硬直来进行攻击。不太清楚，感觉不是特别的好使，我直接拆了吧。万能溶剂拥有数，所消耗万能溶剂，制作万能溶剂，万用药，柔软剂，我已经完全乱了。結晶の、どれを買ってくれるのかしら。万能溶剂800，好吧。ありがとう。我觉得就不在这儿再浪费时间了，直接什么都没有做，花了半个小时在这边里边做料理、做任务什么的。护甲是吧？我觉得先存个档吧，这边就当是把所有的东西都做了，但我索性直接解一下，什么都没有做，直接是做了一些任务，做了一些料理，进行了一些对话，有些奇怪，所以说我在这儿解一下，下期呢是直接去继续我们后面的探索跟战斗内容，这期就先录这儿了，也是非常喜欢，我们下期见。